はい、小津の趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、もう目の前にあります、はい、ポップアップパレードシリーズからハンターハンター、はい、こちらのメテロとメルエムが出ましたね。はい、本日はメテロから見ていきたいと思います。じゃあとりあえずね、箱の外観をね回転させて見ていただきたいと思います。はい、ということでね、ブリスターの状態もね見ていただきましたが、では早速本体を取り出して見ていきましょう。はい、とりあえず台座です。こちら台座はね思ったより小さいですね。いや、これはいいですね。幅取らないんで、なんかどこにでも飾れそうで、ちょっと分かりづらいですけどクリアブラックですね。指見えますかね。はい、クリアブラック。ではメテロ本体を見ていきましょう。こちらやっべくね、これめちゃくちゃいい、出来半端じゃないぞこれ。ポッパレでここまでできるか。いや、もう原作そのまんまですね。わ、すげえ。いや、塗装もねすっごいよくできてますね。陰影とかでちゃんとねシワのところとかくっきり見える感じになってますね。いや、すげえ。で、この筋肉とかね、血管が浮き出てる感じとかすっげえリアル。うわ、このふくらはぎとかすげえ筋肉。いや、これすっごいな、この出来は。やべえ、これめっちゃんこいいじゃない。これ服のシワとかもすごいね。で、心、いや、すっごいわ、シワ。とにかくね、細部のシワの表現がすごいリアル。で、このね、はい、特徴的なハートマーク、これはねもう原作知っている方ならわかりますよね。このネテロのこのハートマーク、で顔もすごいね。いや、すっげえ、もう彫像みたいな感じに盛り込まれてる感じ。いや、めっちゃ造形がすげえいい。いやー、これはぶったまげた。いや、すげえな。手のシワとかもすごいよね。筋肉あるんだけどもおじいちゃんの手っていうのがわかりますよね。いや、すっげえこれ。首とかのね血管とかもすっげえ。なんじゃこりゃ。いや、これは驚いたね。ポッパレって低価格帯だからね、造形に関してはスケールフィギュアとかに劣ると思うんですけれども、このネテロに関してはもう完璧だね。文句のつけようがないわ。いや、すげえ。足の親指がピンってねなってんのももう原作のまんまですね。いや、すげえ。では台座とドッキングさせましょう。はい、台座とくっつけてこんな感じ。いや、もうほんとね、この幅がないんでね、どこにでも飾れそう。
あ、いい、これトム・ネテロがここまでいいとね、もう背景に百式観音欲しいよね。なんかそのうち出そうな気がするな、ポップアップパレードの L サイズでL サイズで表現してほしい。もう本当にそうすりゃね、後ろに立ててめっちゃ映えるんだけどね。いやー、これはぶったまげ、俺は本当にねおすすめですね。まだね多分定価より安く、アミアミで見た時はまだ売り切れてはなかったんでね、うん、まあ皆さんもこのネテロぜひ手に取ってね、うん、見ていただきたい。じゃあとりあえずね背景を変えて回転させて見てみましょう。